はい、テレジェンシャーカーです。今日はですね、上手じゃないこと、そうじゃないこと、大きな違いでね、まず体の動きは流麗でしょう。で、ね、それない方、こう、しなりっていうのがあるんですよね。じゃあ、しなりなーにっていうとか行くと、各体の部分のね、この動きのね、時間差なんですよね。こう、時間差ね。ちょっと、このトンカチミニでちょっと説明します。こう、ちっちゃいから説明しやすいんだけど、座ってたからね、大きなだけどちょっと使えないんだよ。例えば、ストロークだったら、こう、テイクバックして、で、打つときに、なんていうかね、手首は前に行くけどラケットこう後ろに行くっていう、こういう時間差ね。手首は前だけどラケットはこう後ろ行くっていうね。こういう各部分に時間差があるんですよ。で、まぁ、今回その時間差の、ストローク編で、次回ちょっとまた、サービス編っていうのまたやるんだけども。なんですかね、動きの中に、こう、例えばこう、こう打ってこうしてるわけじゃないのね。昔のテニスってこう引いてこう打ってたのね。もう手を一固めにしてこう打ちなさいみたいだったんだよね。でも今ってのはこういうしなりがこう使えるようにこうなってきたのね。で、中にはですね、このしなりがこううまく使えないっていう子いるのね。なんかもうなんかこのままこう塊でこう打っちゃってるっていうかね。そういう子っていうのはやっぱり非常にこう、競技に関しても非常にこう難しいのかなってね。後半ね、ちょっとこう練習の仕方も伝えてるんでね、ここ見てほしいんですけどね。そういうなんか体のなんていうかこう使い方とか動きというか、そういう部分がですね、やっぱりこううまく使えてる子っていうのはこう、なんていうのかな、競技力高いのかなという感じます。で、何よりもやっぱりスピード速いですよね。こう、なんか軽く動くっていうのにポーンとね、ボーンとか言って、行くとかね。で、筋肉隆々でもないの。これ細くてか細いのにね、なんかね、か細い子がピーンと打ったら、ピョーンとか飛ぶとかね。ああいう場合っていうのは非常にその、なんていうかな、こう、時間差があったりとか、そういう使い方がこう、上手だったかな、ということは非常に多いですよね。それとやっぱり、手首にもこれ、腱ってあるのね、腱ね。アキレス腱ってあるように、手首も腱があるから、その腱っていうのは一瞬伸びたら、クッとこう、戻る動きが、あるから、すごく、なんていうのかな、一つのエネルギーをもう一回再利用するっていうね、そういう、効果があるんですよね。なので、なんか、この手足の、なんか、か細くて、手足細くてね、長い子でね、長いのに、なんかめちゃくちゃ速いっていう子いるでしょ、うん、なんかね。で、そんな子なんかも、剣がとても長いんだな、というのがね、よく言われてますよね。だから、そういう、こう、なんていうのかな、時間差をうまく使うと、そういう体のこの、なんていうかな、アキレス腱とか、そういう風なところの、こう、利点なんかも、こう、使えてくると、こう、言われるわけですよね。で、それをね、どういうふうに使えばいいのかっていう前に、ちょっと、本当はね、プロのね、動画を出した方がいいんだけど、概要欄とかにもちょっと出していこうと思うんだけど、一回皆さんもね、ググってもらって、例えば、ナダルのストローク手首とか、フェデラーのストローク手首とか、一回ググってみてください。そうすると、もう本当にね、なんていうか、手首がこういって、こう、ガーンとこうなってるのが分かると思いますか。一瞬でこう、まっすぐ引いてんだけど、ガーンとこう、伸びて、で、それからピンとこう戻ってるっていうかね。そういうような動きあると思います。まあ、それそのものね、すぐ真似しろとか、それがいいからとか言うっていうふうに言ってるわけじゃないのね。まあ、中にはもう私もそうなんだけど、どっちか私も一固めで打っちゃう方だから、昔のテニスなんでね、白川さんの方はおかしいよとか、今でも言われるけど、もうほっとけとかで言いたくなるけど、もうそれは仕方がないんだよね。だから、そういうふうなことがちょうどね、合ってる人は別にこう、いいと思うのね。でもそうじゃない人は、こう、うまくシナリオを使いたい人はね、ちょっと参考までね、聞いてほしいかな、という感じにしますね。で、修正の仕方にね、一番いいのがね、うちのね、トンカチラケット。これがね、こう、非常にね、使い勝手いいのでね、一回、まあ、トンカチラケットでね、それ練習してるところをね、ちょっと紹介するんでね、一度ね、見てみてください。今回は、うちの選手に、ちょっとモデルになってこう練習の仕方をですね紹介しているところなんですけども、ちょうどこう振った時にね手首が前、ラケットは後ろっていう動作になってるの分かりますか？あ、そうそう、ここまでぐらい、ちょっとここまでぐらい引いといて。え、そんな引くん？こいつだけここって言ったよ。あ、そういつもお互い文句を言いながら練習してるんですが、トンカチラケットって重さで打つものなので、重さの移動っていうのが分かりますし、だからインパクトの位置もよく分かるんですよね。それと、テイクバックしたときに、手首の位置とラケットヘッドの移動の位置、つまりこの時間差も感じるので、この腕のしなりを使うにはすごくいいですね。
それとね、あのフォロースルーを一回見てください。もうちょっと聞いて。打った後のフォロースルー、ここでも前のフォロースルーのしなりですね、これがしっかりこうできてますよね。打点がかなりこう前に取ることができます。うん、もうちょっとよ。なので手首の部分のこのしなり、手首は前だけどラケットヘッドが後ろへ行くという時間差、これを作るには非常にやりやすいアイテムなので、下の概要欄にご希望の方はですね、あの詳細あるので一度見てもらったらいいかなと思います。しんど言うてますが、かなり手首がうまくこうしならせてますね。しなる感じを作るにはかなりいいアイテムだということになります。では実際の選手が打ってるところを見てもらいたいと思います。本当のプロの試合の動画を使いたいんですけど、やっぱりね、ちょっとまずそうなのであんまり出せないので、あのうちのね、あの昔のジュニアでね、いいあの参考のジュニアがいたのでね、一度それをね、あの見てみてください。以前の選手の動きも見てみてください。前に振り出すときにラケットヘッドは後ろに来ます。この時かなり手首ってしなってるの分かりますか。これによってパワーが貯められてるんですね。なのでストロークも力まず軽く振るだけでかなりなパワーが出ます。ここも見てください。前振るときにラケットヘッドが後ろに下がる、このタイミングで手首はかなりしならされてるということですね。もう一度見てみましょう。前に振るときにしなりました。ここで手首見てくださいね。かなり手首しなってますね。この時間差を作るとしっかり手首のしなりが作れるんですね。もう一度いきましょう。前に振るときにラケットヘッドが後ろ、ここでしなりができてます。かなり打点も前に取れてますね。いかがだったでしょうか。やっぱりこう、手首の一瞬のですね、この、しなりっていうのは、ラケットヘッドが後ろに行くときに、ラケットが、手首が前へ行くというわけですね。この時に、こう、しっかり、こう、作られています。なので、これが、なんですかね、ラケットヘッドと手首が、前行ったら、こう、一緒に引いて、一緒に打つっていうパターンね。こういうパターンね。こういうパターンね。こういうのね。でこのパターンだともうあんまりパワーは出ないですよね。でこれがこういう手首が前けどラケットヘッド後ろというこの動きの時にしっかりこう手首のねこのしなりがこう使えてくるんですよね。でまあ今回は割愛しますが、体各部分各部分ね、この動きのねこの時間差ってあるんですよ。こうね、体前行こうとするけどラケットは後ろ行くとかね、体全体でしなやかに使えてなきゃいけないので、手首だけの問題ではないと思うんですね。この辺に関してはこう身のこなしとかそういう風なものがいるので、根本的なね、動き作りは作ってもらった方がいいと思うんで。まあ、下にはこう動き作り講座ってやってるんで、まあ、それも見てもらえばいいと思うんだけど、やっぱりね、最終的にね、勝ってても、なんか体の使い方悪いなとか、運動能力が高くねえなとかってね、言い方悪いけど、そういう人はやっぱりこう選ばれにくいと思いますね。かなりテニスの、まあ、協会のなんかいろんなね、このセミナーとかあるけど、よくフィールドテストとかなんかやってませんよ、ファンクジャルテストとかね。いろんなもの見てられると思いますよ、やっぱりね。で、やっぱり聞くと、あの子どうなの、こうなのとかでね、やっぱり上の方のね、人たちが、やっぱり注目してる子はこういう話ありますもんね。たまにまあ、ある別のね、まあ、教会の方の、コーチからも連絡来ましたもんね、あの子ってどんなのとかね、こういう感じでね。やっぱりこう、調査で話聞きに来るのね。で、こんな感じだと思いますよ、とかでね。まあ、その時によってこう、話はしたりとかするんですけど。まあ、あと、いろんな各教会の方でも、強化練習の時によくコーチがチェックチェックなんかつけてますもんね。やっぱりそういうところでね、いろんなものを見てると思うから、やっぱりこう、単なる強いとかね、いるんだよ。なんか変な打ち方で強いとか、うえーとかね、こんなんいるけど、やっぱりちゃんとした基本が見えるという状態で、こう強いものと、それとやっぱり、なんていうかね、基礎運動能力はつけといた方がいいですよね。で、基礎運動力なーにとか言われてもね、それに関してはね、やっぱりトレーナーつけてもらった方がいいと思うんで、わかんない方はうちの動き作り講座でも大
大体わかるんだけど、それとね、もう一つね、トレーナー誰でもいいってわけじゃないですよ。最近ちょっとね、大変なことが、結構出てるから、トレーナーまがいったらおかしいけど、トレーナー資格を持ってるのかもわかんないけど、あんまりテニスよくわかってない人が、メニューだけ組んでるとかね。トレーナー資格持ってるからいいってわけじゃないから、それがテニスの選手を実際見てきたと、経験のあるとか、そういう人でないとね、かなり難しいと思うんだよね。なので、ここはね、ちょっとね、やっぱりこう、周りの評判をね、聞いてね、トレーナーどうだったとか、コーチはみんなこの、トレーナーの評判も聞いてると思うから、どのトレーナーがいいと思うとかね、なんかそういうのをいろいろ聞いて、一回ね、ちょっと体に不安のある方は、トレーナーにいろいろちょっと聞いて、体のね、動き作りから何かをね、ちょっと、作ってもらった方がいいのかもわかんないですね。でも、もしかして、僕言っときますよ。テニスのわかんないトレーナーだとちょっときついですよ。テニスのわかんないトレーナーでも、なんていうんですかね、テニスの選手をずっと専門に見てきてない人もいるから、そういう経験のある人だったらいいけど、テニスの選手、あんまり知らないんだけど、とかってね、いうのはできるだけ避けた方がいいですよ。でも、中には本当にわかんなくても優秀な、コーチ、トレーナーは、その辺目に組んでくる人もいるから、本当にいるから、今は確かだからね。でもね、見切るの難しいからね、この辺はね、難しいと思うけど、だから運動能力は上げてもらうようにした方がいいです。で、そういうところの、なんていうかね、ブンブン出る中で、やっぱりこう、運動能力のいいことは身のこなしいから、こういうこのしなりとか、こういう体の中でいろんな動きの中の、ね、時間差、これをうまく、こう、うまく作れてます。で、作れない人っていうのは、ちょっと、しっかりもうちょっとそれを作りたいなっていうことは、うちやってるね、トンカチなんかね、ああいうのをこう使ってもらったら、いろいろね、なんていうかね、こう、インパクトの位置も確認できるし、ボールのよく、当たりもよくなるし、常に、ラケットのね、なんていうかね、インパクトの位置がどう動いてるかが、こう、わかるのね。だから、ラケットをこう、振った時に、手はこういってけど、ラケットの芯はこっちにこうやって、こう動いてるなっていう。だから、この移動感覚もあるから、インパクトが合うのね。だから、ラケットがボールに当たらないっていう人は、大体ラケットのインパクトの位置がどう動いてるかが分かってない人多いから、よく見てない人とかね、勘違いする人いますから。で、特にね、これ、もしね、似たような道具でね、なんかこう、なんか砲器かなんか知んないけど、なんか重りをつけてとかで、やりたい人はね、できるだけね、ここね、細いの選んでください。細いの。太いとダメ。だから、テニスのラケットのグリップみたいなのダメですよ。こんな細い方が、しなりが分かりやすいのね。こうしなりがね、こうね。だから、で、グリップ太いと、しなりが分かんないから、テニスのグリップであえてない方がいいです。細い棒にちょっと重りをつけてもらうのが一番いいのかも分かんないですね。うちのトンカチにね、ちょっと、いろんなことを万能に使える、練習できる器具なんで、ご希望の方は言ってもらえたらいいと思いますけど。今回はこのシナリオを作るってね、そういうところにこう、ちょっとフォーカスしました。前回は、次回はですね、サービスにおけるね、こう、時間差ですね。これについてちょっとお答えしたいと思います。特に12歳以下のね、選手はね、これね、仕方ないんですよ。まだ筋力ないからね。だから、急ぐこともないんだけれど、できるだけ、なんていうのかな、ラケットの移動する動きと、体の移動する動きって、大体、これが標準だよ、これを目指しましょうなんていうのも、ちゃんともう定められてるっていうか、あるから、それをね、ちょっと発表するので、それに合わせて、どういうふうにすれば、そういうのを、習得できるかな、というのをね、ちょっと、お伝えしたいなと思うのでね、楽しみにしてください。ですね。というふうな、頑張ってください。